さあ、今日は以前熱海を観光した際にパス巻きがワンコ用アイスを食べたお店、皆さん覚えてますかね。あのコメントで店員さんが可愛い可愛いって大反響だったトリミングサロンね。その後ね、その店員さんが生配信でチャットしてくれて、あ、今はね店長になったらしいんだけど、もうその時にここぞとばかりにパス巻きのシャンプー撮影させてもらえないですかってダメ元で聞いたら、なんと心よく OK してくださったんですよ。いや本当ありがたい。ということでね、本日は再び熱海に訪れてます。よかった、ここの駐車場ギリギリ1台空いてたわ。ほら、うちが止めたら満車になった。やっぱ今日日曜なんでね、熱海訪れる人多いんだろうな。こんにちは。こんにちは。いやダックス足短くて可愛いですね、本当に。バイバイ。こんにちは。あら、モデルさん。はい、ということで到着しました。スタンプスピンクさんね、確かね、前回来たの10月だったと思うから5ヶ月ぶりぐらいかね。パズ君、マクちゃん覚えてるかな。あ、どうもこんにちは。お久しぶりです。ご無沙汰しております。あ、あれなんですよ。ツルツルの床が苦手で、あ、そうなんです。フローリングが苦手なんですよ。はい。ほら行くよ。ほら。久しぶり。あ、すみません。入った時から撮ってるんですけど、大丈夫ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。ほら、ほら。一応今はトイレしてたんで、はい、大丈夫。はい、お願いします。じゃあ、ちょっと待って。あ、でも大丈夫そうだね。大丈夫そうですか、はい、うん、いつもはもっと嫌がるんで、はい、そこまで滑らないのかな。マキちゃん、マキちゃん、マキちゃん、マキちゃんボケないかな。あ、もうすごい喜んでます、すごい喜んでます。はい、おお、嬉しいの、嬉しいの、嬉しい。ほら、マキちゃん、マキちゃんも。マキちゃん、無理そう？動けないか。よいしょ。書いていただきたいものがあります。あ、はい、わかりました。はい、お願いします。はい、ソファにおかけいただいて。はい。でも、尻尾はフリフリなんで。かかってる。乗る？乗れる？大丈夫ですか？あ、全然大丈夫です。あ、本当ですか？あ、よかった。マキちゃんも、よくしょ。よし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 。よし。はい。マキちゃんマジでちょっと三脚立ちでちょっと撮ってた、ミニ三脚があるんで、すいません、なんか撮影まで OK してもらっちゃって。全然嬉しいです。本当ですか？ありがとうございます。はい、ちょっとお利口にしててよ。大丈夫かな？降りない？はい、ありがとうございます。すいません、じゃあ預かり、アイチンちゃんの誕生日月にご利用いただくと、はい、バースデーフォトって言って、ああいう特別な写真を撮れるようになってるので、今日マキちゃんの分のあの写真を撮らせていただきます。はい、やった、嬉しい。はい、マキちゃんよかった ね。パグにおすすめとかって。パグちゃんにおすすめだったら、そうですね、私だったら、ドロパックかツルリッチか。あ、そうなんですか。はい、じゃあせっかく来たし、ちょっとこのツルリッチやろうかな。ぜひぜひ。はい。ただめったにあのトリミングとかそんな来ないから、サロンとかそんな来ないから。そうですよね。はい、あの今日はじゃあ特別な一日になって、じゃあつけさせていただきます。いや、ちょっとめちゃめちゃリッチじゃん、マジで。リッチ、まさにリッチ。そうなんです。めちゃめちゃリッチ。だからこういうパンフレットにパグが載ってるの珍しいですね。そうですね。めちゃめちゃ嬉しかったです。そう、1号店のお客様なんです。あ、そうなんですか。なるべく邪魔にならないようにこうやって撮りますんで。行こう行こう。まさにリードめちゃめちゃ汚くて全然洗ってない。年季が生まれた時から多分使ってるパスタが、はい、すごい。よいしょ、行くよ。よいしょ、失礼します。はい、どうぞ。じゃあお預かりします。よいしょ、よいしょ、よいしょ。初めましての場所だからそうなんですよ、はい、多分特にパスタが高いところ苦手なんで。そうかそうか、大丈夫、だんだん慣れると思う。あ、いつもの顔になってる。これなんか顔が三角になるんですよ。まず抜け毛処理を最初にします。はい。なんか終わる頃には慣れてるんですけど。あ、そうですね。まあ、あのみんなそんな感じで。あ、そうですか。最初はやっぱりテーブルの上で、あの何されてるんだろうって思う。はいはいはい。ちょっと前にシャンプーをやってる。あ、はい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 、一番新しいやつですよね。あ、そうです、はい、動画で。あ、高温線絞りが上手すぎて。いやいや、すごい、なかなかできる方
ぱりなんていいと思う。なんか分かりやすいんですよね。特にパスタが。はい。なんかもう完全に膨らんでるんで。はい。いつも。ああ、出しやすいタイプですね。そうなんですよ。あんまり普段ブラッシングしなくて。あ、そうなんですね。はい。もうずっと飼ってるから、はい、もう全然その、慣れちゃってて、自分も。あ、そうですよ。はい。もう毛と共に暮らしてるみたいな感じなんで。あ、そうですよね。はい。もう気にしなくなっちゃうんですよね。毛とともに。はい、あのうちのダックスもでも本当そうです。あ、そうですか。黒い服着てたらもうあのお米ちゃんになってます。あ、お米ちゃんって言うんですか。あ、すみません。前に、ね、生配信来ていただいたから。あ、そうなんですよ。ありがとうございます。生配信に来ていただいて。はい、他の人さんから、はい、ね、あのトリマーさんからコメント来てるよっつって、あやふくスルーするところだった。よかったですよ。温かい皆様が言ってくださったんで。普段ね、見られながらとかってやらないですよね。そうですね。たまに見たい方には、はい、こう中入ってみてもらうことも前にあるんですけど。そうなんですか。そう、基本お預かりして、お使いまではずっとワンちゃんとしまう。はいはいはい。そうですね。見たいって言ったら OK なんですか。あ、OK してます。あ、そうなんですか。珍しいですね。あ、そうですか。はい。なかなかないと思う。それだけちょっと腕に自信があるんですね。そうですとか言って。いや楽しくやってるとこ見てもらえると嬉しいので。あ、素晴らしいです、ね。抜けるキャン。あ、抜ける抜ける。あ、でも今日そんな抜けるキャン。あ、もう5倍ぐらい抜けますよ。あのシャンプーの動画もすごい。そうですよね。抜けてましたよね。ダックスも抜けるんですか、はい、結構。あ、めちゃくちゃ抜ける。あ、めちゃくちゃ抜ける。あ、そうなんだ。ダックスちゃんも。あんまり他の犬種について全然知らないから。はい。この子が初めてなんで。あ、本当ですか。はい。そうなんだ。もう生き物飼うのが多分金魚以来だと思います。金魚以来。はい。ちっちゃい頃に金魚飼って以来。さっきもここ来る前に、はい、ダックスの子が歩いてて、足短くて可愛いなと思って。いやー、そう、そこがいいんですよね。ですよね。ですよね。休日の方が混むんですか。そうですね。平日はそんなにやっぱりあのゴールデンウィークとかはやっぱりすごいで、ね、ああ、ですよね。熱海に泊まりに来てるので、そういう方は多いですけど、ね。やっぱり常連より観光客の方が多いってことですか。ああ、でもトリミング自体は、はい、でもあの常連様が、ああ、そうかそうか。ここが抜けるんですよね。あ、お尻のところとかめちゃめちゃ抜けますよ。めちゃくちゃ抜けますよね。ね、パスタ。ここが、いや、すごい、うん、すごい抜けます。結構ブラッシングしたら痩せたんじゃないかって思ってありますからね。あの変わりますよね。はい、一回りぐらい。はい、変わります。めちゃいちゃい、めちゃいちゃい、めちゃいちゃい、頑張れ。可愛い。そうか、二人でやってるからね、お客さん来たら結構大変ですよね。はい、そうですね。でも。楽しくやってます。楽しかったですか。3人でやってるって言ってましたよね。確かに、まあ前の店長が三島店で1号店の方に、はい、こう移動するというか、なるほど、はい、になりまして、あ、そうなんですね。2人で今年から店長って言ってるのはだからってことですか。あ、なるほど、そういうことか。へえ、形で、あ、素晴らしい、はい、新米店長、あ、抜けましたね。はい、抜けました。あ、綺麗綺麗。はい、毛がすごいついてるやマキちゃんの方がそんな抜けないと思うんですよね。そうですね、あんまり、ね、まあ、朝ね、払ってきたからっていうのがあるんですけど爪切り、はい、あんまり、なんか、はい、パスタもマキちゃんもあんまり深く切れないみたいで、あ、なんか、いつも慣れちゃってる。はい、病院とかで切ってもらっても、はい、結構出血とかしちゃったりとかもするんで、はい、あの全然もし出血とかしてもあの気にしないでもらえれば、はい、そこは気をつけてやる。ありがとうございます、はい、これでね、お店の名前にね、傷をつけるわけにはいかないですけど、いえいえ、もうこちらもちょっとただの迷惑になるからせっかく取らせてもらったのに、マキちゃん落ち着いてるねいつもより大丈夫だな。いつも結構怖がるんですけどね。そうなんですか。はい、長島さんが多分すごい、はい、いいんだと思う。あ、手際が全然違うな、やっぱもうそうですかね。はい、かわいい。俺1本切るだけで多分 5分ぐらいかな。そっか、1本ですよ、1本。大丈夫、大丈夫。朝大丈夫だよ。パスタの注意を払ってこっちに。これパスタ、おやつおやつ、はい、おやつないけどこれでいつもごまかすんです。あの、それが一番いいやり方です。あ、やっぱそうですか。はい、おやつあげながらやったりとか。あー、なるほどなるほど。いいことだって分かるので。パスタ、マッチャー見習ってね、マッチャーね。
天木ちゃんでも怖がってるな震えてる。まあ普通に高い場所が、はい、苦手なだけなんで。ちょっと本当邪魔だったら言ってくださいね、本当に。本当に。大丈夫ですか？よかったよかった。パスタいいじゃん、パスタいいじゃん。ほら、すごい上手。はい、OK。前足がどうか。前足が。やっぱり嫌がるよね。ちょっと苦手かやっぱり嫌がるよね。前足がね、うん。大丈夫大丈夫。あさ、ほら大丈夫だよ、大丈夫だよ、大丈夫だよ、ほらほらほら。ちょっとね敏感だね。でも全然お利口さんです。あ、本当ですか？うん、あ、パスタ良かったね。すごいすごいすごい。上手上手。可愛い。パスタ良かったね、可愛い。今月誕生日なんですよ。あ、おめでとうございます。はい、おいくつになるの？8歳です。見えない。本当ですか？見えないって。8歳なのに。元繁殖犬だったんで、結構体を酷使して頑張ってくれて。でもよかったね、見えないって。でもうちに来た時はもうもっとなんか老けてたんですよ、やっぱ。パパさんからの愛情たくさんもらって。わあ、いやいや、ね、全然俺の愛情じゃないですけど。ラストラストラスト。まあ、右手もあるけど。ヤスリは大丈夫。ヤスリすごい上手。あ、やっぱいますか。すごいじゃない。お母さんすごいんだよ。あ、マキちゃんも爪切りが。マキちゃん大丈夫か。すごい1個。本当ですか。はい。よかったよかった。すごいね。マキちゃん偉いよ。マキちゃん偉いよ。いや正直パスタがこんなに嫌がるの多分俺のせいなんですよね。1週間ぐらい前にちょっと自分でやろうとしたんですよ、はい、で前足の1本切った時にもう出血しちゃって、はい、なるほど。もうそれで俺やめたんですよ。あ、じゃあちょっとドクサロン行こうと思って、あ、じゃあそこの熱海の店行こうと思って、それで、はい、それで連絡したんですよ。ありがとうございます、はい、俺の失敗からここ来ること決めたんで。パスタごめんね、俺のせいだわ。あ、マキちゃん大丈夫だね。マキちゃんお利口さん。パスタと大違いだ。いいねパスタ追いつかれそうだよ、お前。OK、終わった終わった。終わった終わった。お疲れ。ギリギリ抜かされなかったな、ね、頑張ったね。うん。いつもそんな声かけながらやってるんですか？あ、そうですね。あ、マキちゃん終わった？マキちゃん終わりました。マキちゃん終わった。仲いいね、同時に終わった。マキちゃん良かったよ。もうすぐシャンプーですか？あ、シャンプー、シャンプー。シャンプー来た。あ、大丈夫、大丈夫。はい。温泉絞ります。マキちゃんが絞ったばっかりだからあんまり出ないかもしれないです。はい。お出ました？めっちゃ出ますね。あ、めっちゃ出ますね。パスタ絞ってなかったから、しばらく。あれなんかめちゃくちゃ出ました。めちゃめちゃ出ましたね今。はい、頑張ったね、偉いね。あ、じゃあやっぱ絞り方違うのかな。あ、でも人によって様々なかもしれない。あ、そうですか。はい、今ぐらい出たことないから。はい、あ、やっぱ違うのかな。でも全然繋いだの感じで大丈夫だと思います。大丈夫ですか。はい、あ、そうですか。じゃあ待って、1人ずつ。あ、わかりました。はい、はい、じゃあ待って、ちょっと待ってね。あ、気になるね、パスタね。ちょっと肛門腺の匂いがします。もうなんか慣れちゃうと全然気にならなくなるんで。あ、やっぱそうですか。そうですね、炭酸泉のお風呂を作ります。あ、了解です。照明が暗くて申し訳ない。あ、全然全然大丈夫です、大丈夫です。はい、気にならない。炭酸泉だよ。炭酸泉シャンプー。あ、もちゃん応援しに来た。はいはいはい、よし、触ってほしいのね。あ、じゃあちょっとシャンプーマシーンをつけて。お尻プリプリしながら歩くんですよ。かわいい。あ、ここまでが平気なんですね、全然。あ、はい、これこんぐらい滑らなければ、はい、全然大丈夫です。うんうん、
これがマイクロバブルの、あのシャンプーマシンになります。そうなんですね。はい。それで毛穴の汚れを落としながらシャンプー。落ち着いてるじゃん。シャンプーは全然大丈夫なんですよ。ああ、そうなんですね。いや、お利口さん。気持ちいい、気持ちいい。そう、炭酸泉。多分さっき初めてでしょ、炭酸泉。多分炭酸泉とかにオプションやったことないんで。あ、本当ですか。はい。なんか気持ちいいみたいで。気持ちいいんですね。気持ちいいね。マキちゃん待っててね。ちなみに長嶋さんはワンコ飼ってるんですか？あ、飼ってます。飼ってますか？何を飼ってるんですか？トイプードル。あ、トイプですか？はい。もうトイプーとね、ダックスはもう、うん、なんかもうおしゃれな方がなんか、え、そうなんですか？初めて言われた。おしゃれ犬っていう感じ。そうなんだ。やっぱ顔は嫌がるんですよ、いつも。お顔はでもね、みんな嫌ですよ。あ、ですよね。ね。よいしょ。ムス。炭酸泉は10分ほど浸かりながらシャンプーをします。そうですね。はい、10分の意味があるので。すみません、炭酸泉って何にいいんでしたっけ？何がいいんでしたっけ？あ、皮膚とか。あ、はいはいはい、はい。血行が促進されて、毛穴を開いて、あの毛穴の中をすっきり洗えるっていう感じ。なるほど、なるほど。はい、体もポカポカ温まるので、やっぱ露天風呂とかに多いですよね。はい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 。あ、そうそうそう、全然違いますよね、炭酸泉。全然違いますね。はい、朝、お尻で、これ大丈夫だよ。ここの見た。いい顔、いい顔。あ、すごい。あ、撮影ですか？はい、あの炭酸泉の時の写真です。あ、はいはいはい。あと、このパックカメラ目線はバッチリなんですよ。そうですね、上手慣れっこですね。そうなんですよ、やっぱ YouTuber だから。そう、YouTuber パサパサ、ルック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 。あ、えらいえらいえらい。そうそうそう、パサ、そうそうそう。あ、こんな感じで、いい、はい、あ、すごくいい。大型犬とかも結構お客さんいるんですか？あ、でも少ないんですか？あ、少ないんですか？スタンダードプードルちゃん。はい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 。あー、なるほどなるほど。あれ、このお店の名前のスタンプっていうのはそのスタンダードプードルからですか？そうなんですけど、そうですか。オーナーがスタンダードプードルを買ってきて、で、スタンプっていうのが、はい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 、偉いですね。やっぱここから出ちゃう子もいっぱいいるんですよ。あ、そうですか。出ようとする子もいるんですよ。やっぱシャンプーは全然大丈夫なんですね。そうですね。この前の動画でも結構おとなしかったですよね。そうですよね。ですよね。うちでも全然大丈夫で。えらいえらい。やっぱ一番最初入った時は嫌がってたんですけど、はい、だんだんと、はい、慣れてきたんですね。慣れてきて。やるじゃん。うちお風呂入ってる時はなんかもう出たくないぐらいの。あ、はい、そうか、落ち着いて。まあ、のぼしちゃうから出してますけど。なんか他に YouTuber さんが来たことあったりとかするんですか？いや、全然初めて。初めてですか？はい、そうですか、初めてです。2人でワクワクしてます。ありがとうございます。なんかちゃんとした YouTuber じゃないんで。そんな仕事店のお客様とかにも、はい、見たよ YouTube って言ってる。あ、本当ですか？そう、友達でもチャンネル登録してるって人いました。え、本当ですか？え、たまたま知ってるって。はい、最近確かによく声かけられるんですよね、道端歩いてても。いや、そうですよ、はい。今ドロパック。あ、ドロパックいった。はい、ドロパックもちょっと今ちょっと見づらいんですけど、全身につけて。あ、そっか、ドロパックも入ってるんですね。そうなんです。ツルリッチコースに入ってる。ツルリッチコースにドロパックと炭酸水バスロ。あ、そうなんですね。はい。あ、匂いが、いい匂いがする。あ、そうなんですよ。すごいですね。これはあの、飲むラムネだと思ってます。はいはいはい、ラムネの匂いだ、本当だ。ラムネっぽいですよね。はい。あ、この匂い俺も好きです、すごく。いいですよね。はい。ミニストップのハロハロを思い出す。浸透させます。あ、なるほど、そういうことか。はい、あれですか、ハーブパックと効果は違うんですか？あ、そうですね。ハーブはもう、なんだろう、赤みとかがあると、皮膚に赤みがあることとか、はいはい、やっぱ虫除け効果がいいんですけど。で、ドロパックは、ミネラルマットマスクっていうものですけど。はい、本当だ、ミネラルって書いてある。ミネラルマットマスク。で、そうなんです。毛を活性化させるみたいな感じ。
毛玉とかも取れやすくなったりとかするような感じで、トリートメント系っていうか、はい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 、今まであのハーブパックはやったことあるんですけど、見ました、あ、見ました、はい、結構見てくれなかったんですね、ありがとうございます、見て、そうそうハマっちゃって、え、本当ですか、あ、嬉しい、カレンダーを買わせて、え、マジっすかマジっすかカレンダー買ってくれたの、そう、あの、気づいたら家にカレンダーがあって、あ、はい、ガッチリしたとか言ってありがとうございます、はい、ちょっとお母さんありがとうマクちゃん、いや全然全然、もうそんなおとぼけ顔でも可愛すぎるすごいですね、一眼レフ片手でもうすごい、ちょっと可愛い、可愛い、めっちゃ可愛い、あ、これ可愛いですね、めっちゃ可愛いですね、写真写りはいいんだよな、ちょっと普通にスマホでも撮っていいですか、あ、もちろんもちろんお店のインスタグラム、あ、はいはいはい、大丈夫です、全然全然、もういくらでも載せたもん、ただなのそんなもん、はい、マちゃん、お座り、いらいじゃん、いらいらいら、お座りさ、かわいいパスタ、パスタ、パスタマッチャン、こっち向いて、かわいい、いただきました、ちゃんとこっち向いてて見ましたね、今はい、じゃあ、完全に長嶋さんにも懐いちゃったから顎乗せしてますねマクちゃんも人が大好きだから大好きあ、よかったならちょっとここでかけ流しをするので、はい、すいませんね、この本を説明しながらやってもらっちゃって、あ、全然全然もう慣れてないと思いますけど、なんか変な説明のとかを切ってもらって、あ、わかりましたちょっと下手くそ、いや、気持ちいいね、気持ちいいね、すごい気持ちよさそうな顔してますよ、あ、そうですね、はい、そうなんですよ、ほんとおじさんなんですよ、へぇ、そしたらこの泥パックの器具をかけ流して、よいしょ、ね、頑張ったよ、頑張った、頑張った、前回の動画でも石輪さんが本当大人気で、コメントで可愛い可愛いと思ってめっちゃコメント来てて、うちのチャンネル最近ちょっと伸び悩んでるから、そうですか石輪さん効果でちょっと。やっぱなんだ YouTube だから、はい、ちょっとビクビクしながら一応コメント欄を見たんですよ。ですよね。あ、よかったって。変な仕事さんばっかだけど、ね。面白い方が多いですよ、ね。コメントでもなんかそうなんですよ、ついちょっと笑っちゃうようなコメントがたくさん。いろんな警察がいるんで。トリマー警察も多分いるんで、ここはもっとこうした方がいいと思いますみたいな、トリマー歴何年です私みたいな、怖い、あれですよね、でも学校で習うこととかは一緒なんですよね、大体一緒なんですけど、はい、でもその学校によっても結構変わってたり、あ、そうなんですか、ちょっとした、へ、若干の違いがあったりはしますけど、でもまあ何が正解とかもそんなにないので、うん、ワンちゃんに負担がかからなければ、それが正解みたいな感じですかね。よしね、ワンちゃんによってもね、変わりますね。そうですね、ツルリッチのコンディショナー、あ、これツルリッチのコンディショナー、はい、コンディショナー、コンディショナーはもうさらっとって感じなんですね、あ、そうです、これはもう最後に整えるみたいな、なるほど、そっか、人間もそうですもんね、あ、そうです、そうです、すごいツルツルになってます、あ、本当ですか、はい、仕上がりが楽しみだな、そうですね、楽しみにしててくださいずっと俺の方見てます。かわいい。顔はかわいいんですけどね、もう性格が生意気だから。本当なんか食べ物をあの豆腐さんが食べてる時、はいはいはい、すごいですよね。そうなんですよ。もう頑固だし。頑固。そうなの？食べてなんかやっぱ頑固な気持ちらしくて。聞かない。あ、でもわかるかもしれない。あ、本当ですか？うん、そうそう、パスタも漏れなく。もうそうなんですよ。マッちゃんはそんな感じじゃないんですか。あ、マッちゃんはなんか頑骨より欲張り。私も私もみたいな。はい。マイペース系かな。マッちゃん頑張れ。あ、この辺。あ、出ました。はい。よかったよかった。出ました。もしかして結構出ました。あ、ちょっと出ました。そうですか。そんな強い感じもなく。
く。あ、じゃあよかったよ、はい、これでかなり出たら多分俺の絞り方が多分間違ってるから、まきちゃんはほんと最近絞ったばっかりなんで。パスもビビれなくなったじゃん。そうですね、ちょっと今保湿をします。あ、了解しました。保湿、ワンちゃんもシャンプーしただけだと乾燥しちゃう。あー、そっかそっか、なるほどね、はい、こんなこと気にしたことない。そうですよね、なかなか、ワンちゃんも人と一緒ですよね。肌、気を使ってあげたい。そっかそっか、ワンちゃんも炭酸泉ですね、それは。はい、よいしょ、よいしょ、はい。よいしょ、ワンちゃん、しっぽフリフリ、ワンちゃん、気持ちいい。すごいいい子ですね。あ、ありがとうございます。何事にもやっぱ動じない、なんかもう貫禄があるんですよね。お母さんの感じ。やっぱ何回も出産を重ねてきたんでね。そのもう母の強さがあるんですよ。長島さんの飼ってるトイプーは女の子ですか、男の子？女の子です。あ、女の子なんですね。はい、お米ちゃんも女の子でしたっけ？あ、女の子か。はい。頑張る。お母さん偉い偉い。パサがなんだなんだ。ああ、大丈夫大丈夫、はい、問題ないです、ね、もうそういう時はあのまっちゃんの歌があるんで、はい、それを流したいと思います。あ、リンス来た、リンス来た。よいしょ。やっぱね、女子たるものトリートメントはね、しっかりしましたね。そうですね。てか、熱海ってあんまりトリミングサロンないですよね。少ないですよね。ですよね。もう、片手ぐらいしかない。あ、片手ぐらい。あ、そんなに少ないんだ。普段やるんですか？あ、一応やった。いやいや、やった。こっちのお店側から見るとやっぱすごい坂ですよね。本当ですね、もう45度ぐらいある、ね、まあ、いやもうすごいな。結構皆さんあの汗だくになって登ってきて、ね、休んでから、はいはいはい、いや前来た時も本当あのね、アイス食べたおかげでもう進めてたんで、そうですね、まだ暑かったです、はい、こんな偶然入ったお店でこんなご縁があるとは思う。本当ですよね、はい、いやもう嬉しかったです、ありがたいです、うん、心よくね、もう撮影までさせていただいて、いやいやいや、ね、パスタね。クマがすごいことになってますね。すごい大変。あ、そうなんですか。いつもパスタを表すときにあのクマ の, あの絵文字使うんで、あ、はい、あのワンコの中でちょっとクマっぽい顔をしてる。確かに。犬かクマかの絵文字だったら確かにクマって感じです。はい。お母さん、お母さん来ました。頑張ったね。頑張った、偉い偉い。気持ちよかったね、気持ちよかったね。パスタが全然乾かないんですよね、いつも。いや、でもカズちゃんって本当乾きにくいから。あ、やっぱそうですか。大変だと思いますね。あ、全然乾かないです。特にそのお尻のところとか全然乾かなくて。あ、首嫌なんだ。確かに普段首ブラッシングとか全然したことないから、まず。すごいいい子ですね。あ、本当ですか。はい、嬉しいな。別に特にこの子に関してはしつけをしたわけでもないんだけど。暑いです。ありがとうございます。はい、パスタもマキちゃんも結構暑がりなんで。そうですね、多分水ガブ飲みすると思うんですけど、多分中でもなんか多分暑がりな気がするんですよね。一緒の空間にいて他の子はハーハー言ってないのに、うちの子たちだけハーハー言ってる時があるんで、マキちゃんなんかちょっと散歩しただけでもハーハー言うから、うんって言っておしゃべりしてるのね。息子くんも乾いたよ。頑張れ頑張れ。
朝良かったね。ねえ。良かったね。疲れちゃったんですかね。結構トリマーさんって、ね、力仕事だったりもしますよね。大きい子とかね。大きい子も力仕事です、ね。ですよね。力負けそうになる。パスタとかでも10キロとかするから あるから。はい。大変だわ。10キロぐらいだもん。あ、なれっこ。あ、素晴らしい。さすが。30キロ超えとかの。はいはいはい。ここは結構力仕事ですよね。大変な仕事だ。あ、耳掃除。はい、耳掃除します。耳は汚れてるかな？あ、でも綺麗ですね。あ、そうですか。はい、ちょっとだけ汚れてるぐらい。家では本当なんか指に入るぐらいのところぐらいしか拭かないんで。あ、そうですね。はい。多分奥まで詰めちゃいそうな気もしちゃいますね。はい、そうなんですよ。汚れも綺麗ですね。あ、よかったよかった。はい。気になるの？なんだろう。目やにが目に入ってる。あ、なるほど。頑張ったね。頑張ったね。よしよし。俺が触ろうとしたらもう尻尾が石川さんにも触られたら尻尾が。あ、触られるのが好きでなんか。尻尾振るんですよこうやって。本当わかりやすいですよね。パスタ待て。あれ、パスタ、ケツがでかいからパスタ。変にキャッチしようとしたから。あ、全然気にしないでください。余計なことしなきゃよかった。ありがとうございます。いや、申し訳ない。あ、すごい。ほんとサラサラ。ああ、気持ちいい。気持ちいい。めちゃめちゃ気持ちいい。ツルリッチですね、ほんとに。パスタダメ。パスタは拾い食いの癖があるんで。はい、なんかこういうのも食べようとしてるんですよ。いちごだと思って。食べれないよ。ありがとうございます。あ、はい。パスタ待て。待て。かわいい。絶対似合うからね。ちょっと出たし。それ食べれないよ。食べれないよ。パスタ待て。パスタ。パスタこっち見て。よしよしよし。あ、いいねいいねいいね。あ、パスタいいよいいよいいよ。あ、かわいい。かわいいかわいい。パスタいいねいいね。かわいい。お写真上手。パスタ上手ですね。何も考えてなさそうな顔がいいですね。そうですね。ちょっと俺もドキドキですこれは。はい。視聴者さんもこれは注目ですね。あ、本当ですか。はい。結構よく聞かれるんですよ、体重いくつですかって。いつも適当に答えるんですけど。これ今回ごまかせない。あ、そうですね。はい、じゃあちょっと数字まで見てもらって。はい、この体重計いいですね。でっかい。そうですね。これ多分あの赤ちゃん用のあやつなんです。そうなんですか。ペット用じゃないんだ。ペット用じゃなくて、赤ちゃん用です。ちょうどいい大きさですね。ちょうどいい。はい、もらって。あ、でもよかったよかった。9.62。まあまあそこまで増えてなかった。およかったよかったよかった。なんか昔11キロとか行けたって。そう。全然これでも痩せた方なんですよ。すごい。そっから2キロはすごいですよね。うん。頑張ったね。あ、よかったよかった。もっと増えてると思ってました。あ、本当ですか。はい。そっちダメだよ。訓活を始めました。はい。バンコの匂いがするのかな。そうかもしれないですね。ちなみにあの、はい、ツルリッチをしていただいたんで、はい、その超過がついてくるえ、マジですか、はい、なんかお好きなやつ2つがマキちゃんとパスタじゃあまあマキちゃんはピンクがいいかなあ、ピンクで、はい、あ、こっちのもあるんだこっちもいいですかす、じゃあクマさんにしようかなクマさんとパスタが何がいいかパスタ黄色がいいかな黄色黄色がいいかな、はい、黄色にしましょうか、はい、じゃあ黄色1個しかないあ、全然いいですあ、いいですか大丈夫ですか、はい、もちろんですあ、マキちゃんもマキちゃんお座りマキちゃんお座り。あ、偉い。え？マキちゃんお座りやったな。マキちゃん、マキちゃん、マキちゃん。かわいい。すごい。口笛に反応しましたね。今最後良かったですね。ただ首かしげてて。おー。パスタ。ちょっとここにもおしっこしちゃったんで全然大丈夫ですね、はい、さっきトイレしたんだけどねあ、本当ですか溜まってた溜まってたあ、マキちゃんも体重きたパスタ待てパスタダメだよよいしょ体重が
あー増えてる。 7.92 です。 7.92 かなり増えましたね、マキちゃんは。しまったな。やっぱりちょっと女の子だから甘やかしちゃうんですよ。あのまだ、あ、パスタ。全然大丈夫です。パスタもうお前は。みんな仕組んでるね、あの子。確かに。確かに。なんかワンコの匂いがやっぱするところでしちゃうんですけどね。そうかもしれない。はい。あ、まっちゃん匂う。いいね、匂う匂う。うまさん。あ、パスタも似合うね。似合うね。あ、よしよし。あ、まっちゃんも来た、まっちゃんも来た。見てに来た？見てに来た。あ、マキさん、そう。あ、もみもみしてほしいのね。はいはい。やまたね。おう。パスタ。パスタ。お前は。パスタ君の体重を何キロか忘れちゃって。ちょっと待ってください。ちょっと待って。マキちゃん、もう。マキちゃん。ちょっと、何して。かわいい、二人とも。いや、全然違いますね、やっぱ。いやー気持ちいい。あ、まっちゃんも気持ちいい。あ、いいね、いいね、まっちゃんね。ツルリッチだ、ツルリッチだ。確かに、なんか普段になんか ツルツルがちょっとある気がしますね、確かに。いつもドッグサロンはシャンプーし終わったら元気になるんですよ、パスタ特に。はい。終わった、終わったって。マシクいておる？パスタ。マシク。お前誕生日じゃないよ、パスタ。8歳で大丈夫。あ、8歳です。はい。ママが通るだよ、ママが。パスタ、カメ、カメ。よし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 。よしよし。はいはい。ね、パスタ見てよ。お座り。パスタ、お座りは？お座り。お座り。パスタ、お座り。ああ、マキちゃんは待てができないんですよ。コマンドが苦手で。パスタ、パスタ待て。そうそう、石川さんのところにね、パスタは。あ、あ、いいね、いいね。あ、まっちゃん、いいね。最高じゃん。まっちゃん、よかったね、今。おもちゃ好きでしょ。あ、そう、まっちゃん、おもちゃ好きなんで。おもちゃ好きだよね。あ、これは違う。これは違う。これは違う。なんか加えられるのが好きなんで、多分こっちの方が、あ、まきちゃん、あ、まきちゃんすごい飛び乗った。ここは私の席よ。パスタになんか譲らないんだからね。ねえ、まきちゃんね。そう、もみもみ、バースデーもみもみ。パスタ、邪魔しないよ、パスタ。パスタおいで、カメ。よしよしよし。えらい。カメで来る。あ、そうですね、カメで来ますね。パスタは結構コマンドができるんですよね。あ、はいはいはい、できます。あ、じゃあそこ気に入った。自分の誕生日をね、もうなんか誇示するかのように。わかる。私誕生日よ。あ、まってすごい、本当ツルツルふわふわサラサラだね、まっちゃんね。よかったね、マキちゃんね。誕生月に綺麗にしてもらえて。パスタ、水は？水飲む？水。よし、パスタよし。マキちゃんおいで。よし。マキちゃん、お水飲む、お水。お水飲まないと。喉カラカラになっちゃう。何も持ってないよ。やっぱりそこが好きなんだ、マキちゃん。よしよし、あともうちょっとだよ。はい。4月16日に撮影会がありまして、はい、まっちゃんの写真撮影会なんですけど、はいはいはい、こういうセットでここにまっちゃん座ってもらって、はい、プロのカメラマンさんに撮ってもらうのをここのトリミングルームでやるんですけど、え、ここですか？そうです、ここでちょっと小物をどかしてこういうセットを作ってもらうんですけど、へえ、すごいですね。そうで、こういう役でやってて、もう一個シンプルな背景に座ってもらって、うん、こういう合成 の加工もできるっていうのがあって、へー、はい、4月14日そうなんです。ちょっと視聴者さんぜひこれ、あ、はい、ぜひぜひ。俺多分なんかいけなそうな気がするけど、酒井カメラマンにじゃあ。そうなんですよ、こういうのがあるのでぜひ。へー、はい、ご予約は、当たり店のお電話番号まで、はい、はい、こちらまで。すいません。いやいや、ありがとうございます。全然全然ちょっとお願いがあるんですけど、
はいはい、マキちゃんとパスタ君のワンちゃん用の肉球のサインが押せるキットがあって、はいはいはい、それをいただいてもあ、もちろん全然いいですよ。いや むしろいいんですか。え、もうもちろん、肉球なんて取ったことないからちょっと嬉しいです。そうですよね、はい、肉球自体にはインクがつかないタイプなんで。そんなのあるんですか、インクがつかない。そうなんです。あ、こんな感じで。ちょっと今、ね、インクを塗ってます。あ、なるほどなるほど。はい。で、塗った方を下にして、これから日記をポンと押してもらうと、この下に置いてる紙に打つみたいな。あー、なるほどなるほど。そういうことか。はい、やったね。いや、俺も楽しみです、なんか。あそこにマキちゃんの肉球の跡が。私も実は初めて。あ、そうなんですか。そうなんですよ。あれパス。ただそこマキちゃんの場所だって。うん。もうちょうどうちのもってこれ。できるかしら。やいちゃん。はーい。あ、できたかな。できたかな。パス邪魔。パス邪魔。ちょっといいですか、見てみて。うん。おお、すごい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 。すごい。もっちもっち、パスタ、ほら。僕も。僕もやる。パスタよかったね。あ、すごい綺麗に取れますね。すごい。かわいい。結構でかいんですね、日給ね。そうですね。パスタ、パスタやるか。パスタお願いします。はい、よいしょ。持っていって。パスタ待て待て、いいですか、パスタ待て、あー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 、下手くそ、お前はたくも、もう一回チャレンジ、あ、もう一回、もちろんもちろん、あ、ちょっとでも押してるときにずれちゃうとこうなるんだ。気になるね。多分おやつだと思ってるタイプですね。あ、おやつ。パスタ待て、はい、お、上手、上手。パスタ、次は任せてって顔してますね。はい。なーで。あー、絶対ダメそう。絶対ダメそう。あ、あー、うわ。あー、まあ。口紅で。確かに。いや、これ何って言われて肉球とはなかなかないですよね。ごめんね、それじゃないよ。あ、来た。あ、いいんじゃん、いいんじゃん。あ、すごい。あ、いいですね、いいですね。あ、バッチリバッチリ。やったー、シュー素晴らしい。お願いします、マキちゃん。はい、はい。マキちゃん頼むよ。キュッ。あ、どうかな。あ、もういいですね。綺麗綺麗。あ、バッチリですね。綺麗。ありがとうございます。あ、でもなんか大きさほとんど同じなんですね。そうですね。パスタなんか大きいかと思ったら。ほとんど一緒だ。こっちがパ、こっちがパスタで、こっちがマキちゃん。鬼の顔みたいな形になってありがとうございます。上手だね。ダメニアのマキちゃんとパスクのお名前をパスタに書いていただいてもいいですか？あ、了解です。はい。あ、バッチリバッチリ。ありがとうございます。いやいや、こちらこそ。あ、もう大丈夫ですか？あ、わかりました。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとお会計してくれます。はい、あ、写真。はい。あ、すごい。めちゃめちゃいいですね。めちゃくちゃ可愛い。めちゃめちゃ可愛い、これ。あ、めちゃめちゃいいじゃないですか。かわいい。あ、これすごい、めちゃめちゃいい。え、こんな綺麗に撮れるもんですか。でも、お利口さんに撮らせてくれたので。いやいやいや、いや、素晴らしい。いや、腕がいいんですね、間違いなく。うわ、ほらほら。あ、めちゃめちゃいいじゃん。あ、めちゃめちゃいい。マキちゃん。マキちゃん。マキちゃんも。全部いい。え、ほんと上手ですね。マジで上手。あと、誕生日もおめでとうございます。来たやった。しかもめちゃめちゃいい笑顔。ね、はい、これすごい笑顔ですね。めっちゃ可愛い。あ、これいい記念になるわ。誕生日の月だとこれがやってもらえると。はいはい、あ、絶対誕生日の月に来た方がいいですよ、皆さん。ちなみに予約は電話がいいんですか、それともなんか。電話か
と LINE を登録してくださってる方、ね、ああ、なるほど、なるほど、はい、大体は電話です、ね、大体電話で、はい、あ、なるほど、らしいですよ皆さん、ね、スタンプ、正式名称なんでしたっけ、正式名称はスタンプスピンクなんですけど、はい、ちょっとややこしいかもしれないんですけど、はい、スタンプって呼んでいただけると呼んでいただけると、あ、わかりました、スタンプでね、確かにめちゃめちゃややこしいですねもともとはだって向こうがスタンプ、三島がスタンプだったわけですもんね。そうです、三島がスタンプで、2号店がスタンプスピンクになって1号店はモフピンだったわ、はい、かりましたすいません、ということだそうです、はい、あ、じゃあ三島にね、近くにお住まいの方は三島の方でね、そうですね、ぜひぜひ、あ、了解しました。三島の方はカフェも、カフェと幼稚園もやってて、はい、幼稚園のスタッフ、あ、そうなんですか、はい、あ、じゃあ三島店にいらっしゃることもあるんですか、はい、あ、そうなんですね、じゃあ結構大きいお店なんですか、大きいですね、あ、そうなんですか、1号店の方、三島の方は大きくて、あのだいぶこれの15倍ぐらい、15倍、え、マジっすか、あ、でもね、ここも結構広いですもんね、なかなかだってこういうね、ストアっていう感じのね、トリミングさんもないですもんね、なかなか、ですよね、やっぱりなんか観光客さんもターゲットにしてるからみたいな感じなんですかね、そうですね、熱海なのでやっぱり、はいはい、観光の方も楽しく過ごせるような、あ、ですよね、いや、いいお店ですね、ありがとうございます、なんかおしゃれだしすごく、あ、ありがとうございます、え、時間大丈夫ですか、あ、全然、あ、本当ですか、全然大丈夫、あ、じゃあちょっとお会計一緒になんか買おうかな、はい、はい、せっかくだから、え、なんかスタンプと言ったらこれみたいなのとかってあったりするんですか、あ、オリジナルオリジナルオリジナルグッズ、これですか、はい、ルーシーボトル、はい、ルーシー、ルーシーは女の、あのスムースチュワワちゃん飼ってるんです、あ、そうなんですか、です、へえ、はい、あ、そうなんですか、モチーフにした、あ、じゃあこの子がルーシーちゃんなんですか、そうなんです、ルーシーちゃんです、かわいい、実物を見てみたいな、そう、横のはおやつ缶と裏にあるのが保冷バッグ、あ、ここら辺もそうなんだ、あ、そうです、ここ一体が、あ、おやつ缶、おやつ缶、あ、軽い、今日あのご新規様はね、1個おやつ缶プレゼントになる、あ、そうなんですか、あ、嬉しい、やった、あ、じゃあ、じゃあ買わないです初めに教えといてくれてよかったですあとあんまり売ってないものがバディベルト、バディベルト、はい、バディベルトっていうのが、はい、ハーネスなんですけど、この辺までワンちゃんの器官が、ね、はいはいはい、胸骨がここにあってそこまでが通ってるので、へ、これはその器官に被らない設計になってるっていう、あ、そうなんですか、安心安全って感じ、へ、はい、外の買い出しになって、あ、はい、わかりました、あ、マキちゃん来た、マキちゃん来た、マキちゃん来た。あれ、パスタ床大丈夫なの、マキちゃんも。あ、確かに。あ、もうやっぱ慣れたの、いや、慣れなんですよね、やっぱ。はい、ちょっとパスタ。マキちゃんの頭ぶん殴って今もう。パスタダメだよ、パスタ噛め。結構パグって意外に胴回りが結構太いんですよね。そうですね。はい、結構そう、あの、幅がありますよね。はい、手を通して、ちゃん、お利口さん、あ、まっちゃん、お利口、お利口、パスタ、僕もじゃない、僕も、あー、パスタ、ダメ、パスタ、待て、たく、うん、あ、オレンジ、かわいい、かわいい、かわいい、めっちゃ似合うですね、はい、いや、今まで俺、なんか、まっちゃん、オレンジってイメージなかったけど、似合うね、かわいい、かわいい、かわいい、似合ってる、なんかスポブラみたいな、なんかスポブラみたいな、なんか、あ、しかもしっかりし、かなりしっかりしますね、そうですね、持ちもいいですね、ですよね、はい、長いこと使いそう、ちょっとパスタ、パスタマシュー君、パスタ、カーメ、カブ来た来た来た、はい、じゃあパスタ嬉しいね、いっぱい、嬉しいね、助けてもらう、あ、着いた着いた、はい、嬉しい嬉しい、はい、おりこさん、おりこ、おりこ、おりこさん、あ、あ、いいね、あ、パスタもいいじゃん、いいですね、あ、サイズ合ってる、あ、サイズ合ってるし、うん、あ、白もでもいいですね、なんか、うん、胸のところでこんな感じになるのか、へぇ、ちっちゃな T シャツ着てるみたいですね、そうですね、やっぱり気管に優しいのがいいと思ってハーネスに、あ、最初首輪にしてたんですけど、はい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 、でハーネスにしたんですけど、はい、これもっといいですね、じゃあね、そうですね、ここにちょうど当たらないので、はい、ねえ、本当だ似合ってるしな、パスタやっぱなんか2人ともスポブラつけてるみたいですよね、まっちゃんの方が、はい、30%
あ、なるほど。あ、そうなんですね。あ、結構でもするんですね。そっかそっか。いやでもまあ長いこと使うって思ったらまあって感じですよね。あ、本当ですか。え、ちなみにリードなんか同じ色とかでだったりとかします。リードがマジでもうボロボロなんですよね。はい、あ。そろそろ買い替えようかなと思ってて。白が今ね。あ、白がないのか。なるほど。で黄色がパスタかな、じゃあ。オレンジはそのままそうですね。はい、そのままきちゃんでしようかな。はい。まあせっかくもうどうせ買うんだったらもう奮発してもうそろそろ買い替えようかなと思ったんで。はい。あ、いいじゃんいいじゃん。あ、すごいすごい。めっちゃ可愛い。いいですね。うん。ちょっとパスタも。あ、全然ありですね。全然ありですね。はい。長さこれ何？どんくらい？あ、どうですか？ちょうどいいですね。はい。あ、長すぎるとどうかなと思ったんですけど。はい。あ、でもちょうどいいです、ちょうどいいです。はい。マキちゃんお利口だね。多分そこふかふかだから気に入ったんだろう、多分。え、これコンビニによくあるスマホの充電のやつ。こんなところに置いてるんですか？え？ですよね、はい、いやこれめっちゃ便利なやつ。そうなんです。え、これ別に普通にあのコンビニのところに返しても大丈夫なんですよね。あ、そうなんです。ですよね。ここで借りて他で返して大丈夫なやつですよね。へえ。びっくりした。そうです、これだけで来る方は全然います。あ、これこの前なんか名古屋のなんかすごいおしゃれなペットショップに立ち寄ったんですけど、なんかこれありましたもん。なんか、はい、ターキーなんてあるんだ。あ、ウェットフードなんだ。お肉 97% マジっすか。へー。あ、そうなんですか。他のはあの大体お肉とお野菜が半々とかで入ってるやつ。なんて読むんですか。テンナ？テラカニス。あ、テラカニス。はい、へー。すごい名前ですね。どこの言葉だろう。テラカニス。あ、ドイツだと思う。ドイツ？ドイツで作られてる。あ、そうなんですか。ヨーロッパとかね、ペットにすごいなんかなんつうの、そう、発展しますもんね。ドイツとか、そのあたりはやっぱりマンチョの法律とかもすごい厳しいので。そうですよね。日本よりしっかりしてますもんね。そうなんです。添加物とか使ってない。ああ、なるほどなるほど。安全に薄く作られてる。はい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 。なるほどね。1個買ってこうかな。ぜひぜひ。テラカニス。にしましょうか。あ、そうですね。低脂肪がいいと思う。低脂肪がいいので、うん。名前がちょっとね、なんか、いかついですよね。テラカニス。テラカニス。まあ、ドイツのだから仕方ないんだろうけど。ちょっとね、バディベルトと、ね、リードで結構お金使っちゃったから。あとね、なんだっけ、何リッチでしたっけ？ツルリッチ。ツルリッチ。ツルリッチもね、ちょっとこんぐらいにしとこうかな。この動画の、あの広告収入でちょっと買わせていただきます。はい。あの、はい、ちょっとサンプルなんですけど、はい、ベースデリって言って、あの、はい、ワンちゃんの、こうフレーズ状になってるんですね。もしあれだったらサンプルを渡してくれるので食べてみてください。ありがとうございます、はい、やった、サンプルいただいちゃった、はい、やったラッキー。ちょっと袋に入れちゃう。あ、はい、お願いします。じゃあこのクソ汚いリードも一緒に入れといてもらえると助かります。これはもうどちらかお好きな方一つおやつ感を。あ、じゃあどうしようかな、はい、赤にしようかな。赤で、はい、まきちゃんがね誕生日、はい、誕生月だし、はい、ありがとうございます。やった、これパスタまきちゃんやったよ、ほら、ね、いろいろとテラパニス後で食べる。テラパニスなんか言いたくなりますね。テラパニスあれも全然外で。わかりました。お尻気持ちいい。あ、本当に、あ、もうありがとうございます。もう、すごい。最高。これ今日寝るとき、俺が幸せですよ。一緒に寝れるの。はい。あ、いい、ラムネの匂い。はい。あ、めっちゃいい。あ、いい匂いする。あ、いい匂い。あ、またもし機会あったら、よろしくお願いします。よいしょ。お疲れ様。あともう閉店だから。あ、待って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 行くよ。はい、じゃあ帰るよ。ちょっとありがとう、バイバイ。あ、でもなんかこれだとなんか引っ張りやすいですね。なんか気にしなくていいから、はい、期間に。じゃあありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、行くよ行くよ。帰りたくないのかな。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、綺麗になってよかったね、パスタマキちゃんね。さあ帰ろう帰ろう。助手席に座った瞬間もこの通り。いや、言うてね、まあ楽しそうにはしてたけど、
あ、そりゃ体力使うよな。ね、お疲れ様。また来ようね。よし、じゃあ今からね、約2時間半かけて帰るけど、多分ずっと寝てるだろうな、パスマキは。うわー、日曜だから最大料金なくて2500円高っ。